死に耐えろリアルに触れ止まんないんですよすごくないですか車の話坂道店群馬サイクルスポーツセンターにやってきましたよいしょ、 よいしょ寒い寒いですね寒い、はい、ということでここからは我々のボスである土屋さんにも参加していただきますよろしくお願いしますお願いします、何がええだよいやだってねいや今日86を買うかどうかで、はい、試乗させてくれるって言ってそうなんですよ急に軍祭まで連れてこられて、うん、なんでこの方土屋さん俺軍祭に住んでるもんいや聞いてない俺とひろきはいつでもここにいるから怖いなだいたい軍祭ネタあげるとお互いいいねを送り合うそうそう、はい、割とラブラブな関係赤い愛がさだって車買いたいからここに持ってきたわけでしょそうです買うかどうか確かめるためにそうですそうだよねはいこれ買おうと思ったのはいいやちょっと4台見せていただいたんですけどちょっとこれがいいかなと思ってでもちょっと乗ってそれは乗ってみようよね、はい、怖いな有名な声優もいることだし有名じゃないです全然そんな有名じゃないですあの MF ゴーストっていうアニメに、はい、携わらせてもらってます働かですすいませんよろしくお願いします、ね、それはみまちゃん、はい、横へ乗せてあげないといやじゃなくて まず僕よりはじゃあまずこいつからお願いできますいろいろ学びなさい今日はわかりましたはい、はい、ありがとうございますはいぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。了解しました。この子こんな挙動するの？ちょっと待って、この速度？ちょっと今先導車についていってるだけですよねこれそうだけ、ね、そういうことだねそういうことだこれだよ MF ゴーストだこれが MF ゴーストだこの G なんだこの G の中見てすごい近いんじゃんちょっとアニメの主人公たちはみんな平然とした顔で走ってんのにそうなんだよそうすごいだってでも平然とした顔で運転してます楽しいだろう楽しいです最高だ待ってうわっ何すごいでもすごいねあのめっちゃ楽しいねいやすごいですめっちゃ楽しいよ異次元ですどうしたすごいね楽しいでしょいやいやいやもう全然違いますなんか今まで乗ってきた車とさあそれでは行きましょうかねはいおこれが奈良市って信じられないですよこんなもん、うんタイムアタックの時はヘルメットかぶんないと危ないからねいやそうですねそりゃそうですよねだってこれえ行くのオッケー行くのよよし行きますよし大丈夫ですもう大丈夫よしこんなに寒いのに汗止まんない落ち着けよし行くぞ歯食い縛れ本当にこの速度で なるほど登場人物たちが喋ってる理由がわかるこれは喋らないと耐えられないそう落ち着け前見ろ奥見ろ奥
やばいスピードだよ。大丈夫って、死に耐えろ。どうして、どうしてこんなに、どうしてこんなに雨なのに車が曲がる。もう、なんということだ、なんということなんだ。すごい一体化してるくらいの、滑ってるのに、滑ってるのに曲がっていく。雨やばいね。はい、雨やばいです。雨やばいのにどうしてそんなに笑顔で。雨やばい、本当雨やばいわ。土屋さん、やばい感じがしないです。いや、雨本当やばい、これ。そうなんですか。だってこんな滑ってんだよ。本当に滑ってます。ずっと滑りながら動いている。こんな挙動の車初めて乗ったぜ。やべえ、一瞬ホワイトアウトする。どうしよう。やべえ、すごいことだ。やばい、やばい、やべえ。もうよくわからない、もうよくわからなくなってる。曲がった、なんで曲がった。どうする。危ない、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 土屋さんが危なくなって、危ない、すごく危ない、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 もうライフポイントゼロです。うわっ、じゃあ、うわっ、来る。もうやばい、いや、すごかったです。何今の。ゴケが滑る、ゴケ滑る、やっぱ滑ってますよ俺。これゴケが滑る、滑ってる。いや、もうゴール、早っ。むちゃむちゃ早い。何これ、どういうこと。いや、待って、もうこれ直線飛ばしてきて、もう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。おお、前が見える。すごい、ホワイトボード、ずっと曲がる。うわああ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 あ。何が起きた？土屋さん、どういうことなんだ。前回なんですけど、もう同じスピードで入るじゃないですか。はぁって。俺もう一切心地がしなかったぞ、さっき。あ、もう許してくれと思いながら。だってプロが生きた心地ないんだもん。全員めっちゃ喜んでて。いや、ちょっと俺初めて涙出たかもしれない、怖くて。いや、それはさ、やっぱこう現在の86と昭和の86だから、やっぱ隣の人が違うわけ。この人、俺は殺す。だけど声優はとても喜んでる。ちょっと、あの、これ美馬ちゃんのおかげで非常に喜んでる。いや、先生、サービスしすぎですよ。でも、やっぱ初めてじゃない、こういうのって。で、MF ゴースト担当してるわけじゃない、整備士を。そうです、はい。それはやっぱりさ、こういう極限の MF ゴーストを味わわないと。まあ、特に軍災の雨は極限ですもんね。はい。めっちゃ危なかったよ。あの、これ、リアルに震え止まんないんですよ。すごくないですか。ずっと震えてる。あの、別次元で、なんか、滑ってんのに、ずっと曲がってく車、俺乗ったことなかったんで。
何でしょう、俺がちょっと映像見返さないと自分が何言ってたのかすら覚えてないです本当に。なのに土屋さんが滑る滑るって言いながら笑ってらっしゃるんですもん。もういやコケでさ、コケでスッて逃げるんだよ。おお、いやいやいや、土屋さんがおおってなってる時に俺はあーって振られるみたいになってるんですよ。もう涙出てきました、怖くて怖くて。いや怖い怖い、本当怖い。だけど、はい、あれまだタイムアタックじゃないからね。喜ばせるために運転してるだけだから。これタイムアタックになると本当はヘルメットかぶって、ね、まあ、本当に やばい状態のタイムアタックはヘルメットかぶるよね。はい、かぶります。全部ちゃんとしっかり。喜ばせるために。大サービスよ。いや大サービス。本当に楽しかったです。表情とコメントが一致してないですね。これ一生の思い出だって、もうこれ忘れられない。もうアフレコに絶対行かしますもん。ぜひ、はい、よかったらもう本当に。いやアフレコめっちゃ生きるよこれ、ね、そうですね、そう、こんなに喋るんだ人ってっていうぐらい喋っちゃいました。なんかもうリアルってこういうスピードと G とね、こうバンプと味わえるわけだから。そうですね、生きるよ。生きますね。いや感謝しないと。本当にありがとうございました。高いだけど。あおいおい、ギャラからいきますもん。じゃあギャラからアフレコのギャラからも全部、はい、講師料高いね。そうですね、本当によかったよかった。でも本当に実際このスピードでこんだけのまあ恐怖心もありながらしっかり安全に走らせなきゃいけないっていうまあ役じゃないですか、整備士なんで。あ、そうですね、まあ、こういう車をしっかりこう裏方でしっかり支えるんだっていうなんか意思を感じられたんじゃないかな。そうですね、はい、本当にもう教科書のようなコメントだよ。あ、そうすごい。俺が何も言えないからな。そうだな。じゃあ、みまちゃん、はい、これは買うべきだ。本当ですか。これは本当ベースがいい。ああ、そうですね。これいくらだったの。250です。あ、買った方がいい。ありがとうございます。これね、これ多分事故ってないわ。ま、後ろから見てるともうすごい綺麗にコーナー曲がっていくんで、うん、バランスもいいんだろうなっていうのは。いい、足がちょっと硬いぐらいで。あ、はい、でもボディはすごいちゃんとしっかりしてるから、あ、これは買った方がいい。なんか、お墨付きいただきました。これはいいよ、本当ですか。アヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。